きます。せいやです。お願いします。声をするとThank you.
京都出身20歳のシンガーソングライターせいやです。今日は勝手に成人式みんなまとめて祝っちゃおう、ぜひにお越しいただきありがとうございます。成人しました、20歳です。こんな私でも20歳大人になれました。もうね、本当になんて言うんですかね、まずこの日を開催できたこと、一緒に合同企画してくれたみつきちゃん、出てくれた、海のえなぎちゃん、あいほちゃん、にこちゃん、ありがとう、ほんまにありがとう。もうね、マジであっという間すぎて、今自分がここでステージに歌ってるのちょっとなんか、もう取りっていう感じなんですけど、なんか今日ここに来るまでね、こう自分にできることはいろいろやってきたなって思うし、もちろんみつきちゃんはじめいろんな人に力借りて今日これがこの企画が開催できたことを本当に本当に嬉しく思ってます。ちょっと照明こう客席見えるようにしてもらっていいですか。ちょっとできない、見える。ね、ほんまにもう正直言って不安がすごくあって、なんか今日はもしかしたらもうスカスカやったらどうしようって思ってたんですけど、なんかいざこうやってもう見渡してるとすごく奥の方までなんかパンパンやんと、めちゃめちゃ楽しくやってます。全然緊張してないんですよ私今、めっちゃ楽しい。ありがとうございます。あ、照明大丈夫です、ありがとうございます。こんなことまで言えちゃうような例でどうやったの。なんかすごい30分間ラスト楽しんでいってもらえたらなと思います。成人ということで20歳になって成り立ての頃に作った20歳という曲を聴いてください。バイトもたまにはサボって、ああ
ご飯はいつもコンビニで、部屋は散らかって。ちゃんと卒業しなさいよ。ちゃんとご飯は食べてるの。ああうるさいなんて耳塞いで本当にごめんね。親不孝な娘かもしれないし、したたかな女にはなれないけど、なれないけど、私には夢がある。バカにされるような夢だってことわかってるけど、叶えるから見ててよ。自分が一番だなんて別に思わないけどさ、誰かの一番になってみたかった。憧れだけで生きるには現実は厳しくてさ、ビール一杯飲むのすら迷ってしまうほど、お金はいつでもなくって、タクシーなんて乗れなくて、ああ終電を逃してはまた涙流して、なけなしの小銭はたいて、バイト代もすぐに消えて、ああそれでも届いてほしくて今日も歌うの。私にもちゃんと居場所ができたよ。友達も大切にしたい人も、私にしかできないことを見つけた気がするの。大丈夫、もう一人じゃないからなんてね。ありがとう。
ばい、今日マジで一日経つの早すぎて、あ、そのなんかさ、このようにみんなにさ、髪色を変えて、なんか格好もね、ちょっといつもと感じ違って、ギャル、ギャル、ギャル言われたから、なんか喋り方もギャルっぽくなっちゃったんですけど、今日一日も、もうほんまに、ほんまに早すぎて、もうなんかだって、私、まだ自分がステージに立ってるの信じてないのに、あと一曲なんですよ。いやそうなんですけど、いやほんまに楽しかったです。楽しかったですか？あ、ありがとうございます。楽しかった。今日ね、ちょ前々からツイッターで、その前に今日物販あるんですけど、ファーストシングル12月23日にレコ発したして発売開始したファーストシングル届かないが、あと6枚で一旦売り切れです。いやまだ持ってない人は今日絶対手に取って帰ってください。増販するかはちょっとまだ考え中です。そして話を戻しますと、前々からツイッターで今日は3つ重大なお知らせがあるって言ってたんですけど、それを今から発表したいと思います。その前にめっちゃ花粉症で、すいません、なんかこう咳に来るタイプの花粉症やったみたいで、ほんまにご心配をおかけしてるんですが、風邪じゃないです。息を吸うタイミングでこう来るだけで大丈夫なんですけど、ちょっと待ってな重大なお知らせをする前にちょっと一旦水を飲みます。まず1個目、4月から4ヶ月連続配信リリースが決定しました。4月から7月までの4ヶ月間、毎月、1曲オリジナル曲を配信リリースします。何の曲が来るかはお楽しみにということでです。そしてそれに伴って2つ目の重大なお知らせ、5月23日に、ミューズボックスにてレコ発ライブします。5月23日何曜日やったっけ、ちょっと忘れた。5月23日ミューズボックスで、せいやプレゼンツ4ヶ月連続配信リリース、イベント、いても立ってもいられないというライブをします。今日なんと今日から手売りチケット販売しますので、ぜひ買いに来てください。そしてもう一個、三つ目のお知らせします。ちょっとライブ続きで申し訳ないんですけど、7月23日日曜日誕生日に生誕祭します。7月23日の日曜日に、場所は中津ステップホールという場所で、大好きな方々をお呼びして、やります。5月23日もワンマンではなく、大好きな方々をお呼びしてのレコ発なんですけど、7月23日もそのうちのね、半分が今日見に来てくれてる人の中にいるんですけど、春西のおちゃんとか、ゆうかちゃんとかいます。この後22時に、SNS でも解禁されるので、誰がいるんかなっていうのはそっちで確認してほしいなと思うんですけど、7月23日の方はもうちょっと先やし、絶対来てくれるっていうことはDM で、お取り置きを開始します。そして5月23日の方は今日から手売りチケットとお取り置きと両方ありますので、もうどっちもめちゃくちゃ絶対今日もそうやけどいい日にするので、遊びに来てほしいなと思います。やばい、終わりたくなさすぎて、なんか喋りたいことしか出てこへんねんけど、なんか音楽活動を初めて、まだ2年目に突入したところぐらいで、もうね、今日出てくれてる子みんな二十歳やけど、ずっとちっちゃい頃から音楽やってるとか、ほんまにもうなんか同い年やけど尊敬リスペクトしかない演者みんなばっかりで、なんかそんな中私がトリオ
私もほんまに声かけるとき超ドキドキやったんですよ。こうちょっとこんなライブ成人式したいんやけど、どうかなみたいな、もうどうかなみたいな感じやったんですけど、もうみんな心よく、もうほんまに2つ返事で、あ、OK だろみたいな感じで言ってくれて、今日があります。ほんまにね、そんな中で、こうやって取り飾らせてもらえて、とっても幸せです。なんか、お客さんも来てくれて、ほんまに平日の、今日は雨も降ってる中で、まだまだ至らないところばかりで未熟な私ですが、これからも、どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。終わってほしくないな。今日が終わってほしくないけど、あと一曲、私はなんかいいライブっていうか、誰かの心に届けばいいな。明日からもなんかちょっとでも元気な気持ちになって、あ、今日来てよかったなと思ってもらえるような一日になればいいなと思って、最後ヒーローという曲を歌っておしまいにしたいと思います。ありがとうございました。シンガーソングライターのせいやでした。Thank you.
開いてるとか。開いてる。開いてる。アンコールありがとうございます。はい、勝手に分けられたせいでなんかグダグダの始まりみたいな感じなんですけど、ありがとうございます。実はですね、今からちょっとある人を呼びしようと思ってます。みつきちゃんおいで。どうしてみつきちゃんをねお呼びしたかというと、そして私は今ギターを持っていないということはそういうことです。どういう方今日の入場特典にもなってて、ずっと会場でもかかってる曲があるんですけど、実は今回ね合同企画ということでみつきちゃんと2人で曲を作りました。大人になるでね、っていう感じで、ね、大人にそう、ね、なったよってなったよっていうことで、大人という曲を作ったので2人で歌いたいなと思います。思います。どうか歌おう、聴いてください。Thank you.
いますみんな出てきてみんなみんなあやこちゃんあやちゃんあ海のゆなぎちゃんめちゃおにこちゃんイエーイ、みんながここにいるということはそういうことです2回目あの入場特典にもう1曲入ってたと思うんですけど、うん、光という曲を実はこの曲はあの、まあ、私らは成人20歳じゃないですか、うん、OG に当たりますね先輩、うん、先輩あのシンガーソングライターのゆうかちゃんが作ってくださいました、うん、ありがとうございます。ありがとう。それは私たちが5人でねレコーディングしてあの CD にしたのがこれはねいける？それを5人で最後歌って、ね、はい、歌おうと思います、はい、光という曲をちょっとあまり最後に歌って私一番、本当に今日はあなんか一人一言みんな言うことある？地元の成人式行ってなかったからあの成人式これが最初で最後ですごいいい機会をあのいただいて本当に呼んでくれてありがとうございます。で、来てくださって音楽聴いてくださってなんか一つのけじめになったかなと思います。楽しかったです。ありがとうございます。はい、まず今日は来てくださってありがとうございました。本当にこういうなんか成人式みたいなのってきっともう、最初で最後やしこんななんか貴重 なんかこうコンセプトのライブって思えないからなんか誘ってもらってすごい嬉しかったし、20歳今度お出んなのに結構シンガーソングライターが増えてきて私結構こう長いからこそなんかちょっとこう嬉しいんですよね。だからこれからもこの代がみんな売れるように皆さんぜひ応援してください。今日はありがとうございました。本日は皆さん雨の中お集まりいただきありがとうございます、足元の悪い中来てくださって本当に素敵な時間ができたんじゃないかなと思います。私は何だろう成人してそんな大して変わったことはないじゃないですか。心の変化っていうかなんかこれをやったから大人になるとか全くないんやけど、まあ、お酒が飲めるぐらいあのでもその中でこういうイベントがあって同い年のみんなとこの一日を作れたことがすごい貴重な思い出になったし、あと何やろうこのみんなでこう切磋琢磨してこれからも進んでいけるんやなっていうなんかこう確認っていうかみんながいいってことが今日分かったと思うんでみんなで売れるためにみんなで殴り合いしながら音と音でぶつかり合いながらこれからも成長していけるんじゃないかなってそう思ったイベントでした。本当に今日誘ってくれてありがとう。来てくださってありがとうございました。今日は、皆さん来てくださってありがとうございました。そしてグッドロックさんもありがとうございました。すごく楽しくてなかなかこう同年代同い年の人とみんなでこうなんていうんだろう歌ったりとかはあめったにないこともないけど嬉しいことだなと思うので、今日企画を通してみんなとよりもっと仲良くなってそしてここにいる皆さんともこうねつながりができていけたらいいなって思った素敵な時間になりました。ありがとうございました。もう私結構言うこと言うたからあんまりないんですけどいや今日来てくださった皆さんも今日出てくれたみんなも一緒に企画してくれたみつきちゃんもほんまにもうみんなに感謝しかないです。もう楽しみ尽くしたので最後みんなで一曲歌って楽しい一日を締めたいなと思います。本当にありがとうございました。最後に光という曲をみんなで歌いたいと思います。よろしくお願いします。
おめでとう、あけます、ありがとう。
あ、寝して寝して寝して頑張れ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 最後一枚だけ。